これが私の収納部屋の現実です。見て。こんなに散らかってんの嫌だ。何から片付けたらいいかがわからない。こんにちは、シエルです。今日はですね、私のお部屋の片付け動画を撮っていきたいと思います。私今ですね、 1SLDK というお部屋に住んでるんですけれども、この 1SLDK のこの S に当たる部分がですね、収納のお部屋なんですね。この収納の部屋が無駄に広くてね、5畳もあるんですよ。収納部屋にはですね、洋服だったり、カバンだったり、あとは仕事で使うマジック道具などが置いてあるんですけれども、ついちょっと前にですね、私ね、着たかった T シャツがあったんですけど、それをね、家の中をいろんなところ探して全然なくて、でその衣装ケースとかも、その収納部屋にあるんですけど、そこももう引っかき回して探して、最終的にその T シャツなかったんですけど、それでね、もうぐっちゃぐちゃになって、あとはね、マジックの撮影とかでさ、道具がね、ないない事件、これはね、もうマジシャンあるあるなんだけど、いや、道具どこあったかなみたいな感じで、もうそれもね、いろんなとこガチャ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 開けて探し回って、それでね、ぐっちゃぐちゃの大変なことになってるんですよ。普段の生活スペース、ここの海外ドラマ専門部屋の DVD が4000本ぐらいあるんですが、この部屋とか、あとリビングとか、ベッド周りとか、そういうところは日常的にやっぱ目にするから結構すぐ片付けるんですけど、その収納部屋だけはなんかもう扉を閉めてなんかなかったことにみたいな。というわけでね、今日はね、そんなね、5畳の私の収納部屋の片付けをね、していきたいと思います。こちらが私の収納部屋です。うわお、汚い部屋と書いてお部屋ですね。これはひどい。これが私の収納部屋の現実です。洋服はぐっちゃぐちゃ、キャリーケースは開けっぱなし、引き出しも開けっぱなし、そしてブランド物ももう放置。この段ボールは断捨離するね、物を入れるようにね、用意したんだけどね、捨てないはずの服まで入ってる。というわけでね、今日はこのぐっちゃぐちゃの部屋をね、綺麗に片付けていきたいと思います。マジック道具たくさんあるからさ、もしかしたらちょっとモザイク入れなきゃいけないかもしれない。見えちゃいけないものが見えてしまう可能性ありです。片付けていきたいと思います。よし、やるぞ。とりあえずこのキャリーちゃんをしまおうか。トランプ、この大きいキャリーケースはステージマジックの時に使うもの。マジック書用の CD。 探してたノートが見つかった。アンパンマンのマジック。なんか部屋の中が汚い。マジックの衣装。海外ドラマのコスプレ衣装。水着。このタオルかわいいよね。探してたトランプ出てきた。キャリー。断捨離ボックス。これも向こう置いちゃう。トランプとノートは向こうの収納のところに戻します。カメラも向こう。マジック用の衣装と靴、これはちょっと洗います。トランプセットは向こう。ブランド品、3万円のフェンディの靴下。お出かけ予定ないからさ、全然履けてない。ショック。これはもう上に置いちゃいます。ちなみにこれが
バーバリーのミニバッグ、かわいい。届かない。めっちゃでっかい瓶で、マジシャンは荷物が多いんですよ。これもマジック用の秘密兵器。この子専用のね、マジックボールがいっぱいあるんだよね。ドラえもんのマジック。こちらは何かというとね、海外ドラマの資料なんだよね。こんな感じの海外ドラマの資料がいっぱいあるんだよね。あ、なんかアルバム出てきた。ちょっとこれ見せられない。アルバム出てきたわ。リビングの収納に入れます。よいしょ。手作り感満載のマジック見て、何が起きるのか全然わかんない。あー懐かしい。これは何ですか。豚。失礼な、うちの師匠だよっていう、あのマジック。はい、シールズマジック。はい、マジックマット。そうそう、紫で可愛くて買ったんだよ。あ、でこれ見て、これスライムキット。すごい落ち込んだ時があって、なんかスライムやろうって思ったんだよね。そう、これ近々やります。いける。これコーラのボトルのマジックなんだけど、もう壊れてんだよね。悩ましい。修理して使うか捨てるか。2万円くらいしたからさ、ちょっと悩む。これ置いとこう。これなんとなく片付きました。片付け完了ということで、片付いた部屋がこちらです。はーい、歩くスペースができました。これでね、なんとなく5畳あるなっていう気持ちになりますね。ここにね、ちょっとポツンってマジックの収納ケースと、あとシルクハットやらなんやらかんやらがあるんだけど、全体的には端っこにこんな感じでまとめました。衣装ケースの中とかすごい大型感がちょっとあるんだけど、上にカバンが置いてあって、で洋服で、下にまあキャリーケースやらなんやらかんやら、ゴニョゴニョっと。でお片付けのプロの人からすると、こんな感じでさ、上に積み上げると良くないとか言われそうなんだけど、とりあえず今回は断捨離ってより、とりあえず片付けてみたっていう感じなので、ちょっとその辺はご了承ください。ちなみにこの一番右にあるさ、この銀のボックスはね、30万円もするね、ちょっとお高めのマジック道具なんですよ。私この部屋に対してすっごい思ってることあって、まあ、5畳もあるさ、こんなに広い収納部屋なのにさ、そのハンガーかけるところさ、短くない？これ、せっかくならさ、ここからさ、この端っこまでさ、あってもよくない？ちなみにさ、洋服ここだけじゃなくて、ね、ベッドの下のね、収納棚にね、洋服基本入ってるからね、このね、多分5倍ぐらいは量はあるんだよね。またね、断捨離をしなくてはいけないかもしれません。ちゃんと床が見えるようになったので、よかったです。片付けが無事に終了しました。ひどかったよね、最初ね。ほんと。探し物してるとさ、なんか、うわーってなっちゃうんだよね。なんか、ない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 みたいな。しかもさ、急いでたりするからさ、もうとりあえずもう出して、探して、広げて、みたいな。それが、あの結果でした。この、私が今住んでる部屋の作りってね、多分もともとね、人が住んでなくて、オフィスだったのかな。なんか、だからちょっと変わってるんだよ。収納部屋だけで5畳あるんだけど、収納スペースがね、ものすごいあんの。海外ドラマに出てきそうな、なんかね、ベンチみたいな、椅子みたいになってて、そこの下がね、全部収納になってたりとか、もともと備え付けの収納のラックが何個もあったりとか、で、あと床下収納もあってとかね、ものすごい収納が多い部屋なの。そもそも、まあ、皆さん気づいてると思うけど、この部屋に DVD が4000本ある時点で、ものすごい多い
タイプの人だからさ、マジシャンはね、本当に荷物が多い。なんかゴミみたいなものが実はものすごい大切なね、部品だったりとか、そう、あとはね、結構ね、高いのよ、道具が。だからね、捨てるにも捨てられなかったりとかしてて、収納部屋にあったマジック道具の10倍はあると思うんですよ。そう、トランプだけでもね、400個近くあるし、めちゃくちゃ多い、荷物が。まあでもね、可能な限り、まずいらないものは捨てようと思ってるし、近々ね、断捨離をしたいなと思ってるんで、そう、またね、断捨離動画もね、撮りたいなと思います。はい、というわけで、今日はお片付けの動画でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた。